リグーダーの神々に捧げる参加大食典」インド名インドラリグベーターで最も尊敬された偉大な神インドラリグベーターの神話ではインドラ神はアーリア戦士の武勇神で2頭の馬が引く 戦車に乗り天空を駆け巡りアーリア人の敵と戦う時天地は激しく振動するという。これゆえにインド浅リ陸に侵攻したアーリア人の守り神で最も尊失されるわけだ。インドラ神への参加。 武勇に優れるインドラの神はその力で我らの敵を打ち破り我らを守ったインドラの武勇は偉大で彼が怒れば天地も震える人々よ彼こそインドラなのだインドラは貧しき者を励ます 祈る者を励ます太陽の神、サビトリーよ、太陽の光を司る者よ。我ら、大地を耕す者を、その光でこぼし、励まし、祈りをもたらしてくれる者よ。汝は、黄金の目と黄金の腕を持ち、 万物に陽光を与え、宇宙にその光をあまねく放射する。我らに豊丁をもたらす神よ。我ら毎朝唱えよう。サンカーガーヤトリーよ。 幼い王女クンティの悲しくも美しい物語と目を閉じた瞬間心に浮かんだのは焼けつくような真昼の太陽だったそこで幼女クンティは木陰に座って 授かかったたばかりののマントラを唱えたのですするとたちまち空が暗くなり太陽の神シューリアが歩いてくるのが見えたのですこの時初めて賢者の言葉が正しかったことを知ったクンティはすっかりおじけづいてしまった うわ、どうしようとか細そい声を出すやめてお願い私はまだ大人になっていないから母、はあ、親にはなれないのしかし太陽神スーリアは足を止めようとはしなかった幼いクンティの体は恐怖に 打ち震えていた私はまだ子供なんかいらない。お母さんになんかまだなりたくない。と口ごまりながら訴えた。お願いだから、空へ帰って、私に呼び出されたことは忘れて、お願い。それはできない。 太陽神、シュリアは力強い声で言った。私は聖なるマントラに従わなければならないのだ。でも子供なんてまだ産めない。クンティーは泣き叫んだ。私はまだ小さいんだもの。お婿さんもいないんだもの。 心配するな。お前が責められることは決してない。私の息子をはらんだ後も、お前の体は清い体のままなのだ。そう言うと、太陽神スーリアはさらに近づいてきた。息がクンティーの方を焦がし、 体から発する熱は、クンティーの体が燃え尽きるのではないかと思えるほどだった。着熱な時間が過ぎ、神の姿が消えた。太陽は元通り空に輝き、その光が優しく、クンティーの肌を撫でていた。まるで 太陽神シュスーリアが優しくなでているかのように。 学問、義芸の女神、弁財天サラスバティ弁財天は知恵と豊穣の女神として日本人に馴染まれ七福神の一村となっています弁財天サラスバティに捧げる参加満々たる水を たたえるこの川は流れゆく。女神サラスバティの住む太陽は、悠然と永遠に流れる。我らの命の源、女神サラスバティよ。永遠に我らの命の源たれ。理法の神、バルナ。正義と理法で、 宇宙の秩序を守るバルナに対する信仰が宇宙の理法ダルマとしてインド哲学の中心命題になっていったのです宇宙の理法の神バルナに捧げるバルナよ私の罪をあなたに尋ねるバルナよ 私の罪は何なのかあなたはその訳を私に教えてください。私はあなたの教えに従い、自分の罪を償う。あなたは我らの幸せを永遠に守ってください。我らはあなたの教えに従います。 現世に生きる者たちへの参加。これから伝える参加は、インドの神から現世に生きる人への応援歌と言うべきものだろう。和合の歌。人々よ集まれ。共に話し合え。何時らの心を調和させるのだ。人々よ 共に考え、知恵を働かすのだ。心の目で相手を思いやるのだ。人々は知恵の計らいを調和させるのだ。人々よ、何時ら共に手を取り、共に目標に当たるのだ。何時らが共に生き、幸せを共にするために、 良い思いはンジらのもとに来たれ。誠実で歪められることのない心で見よ。神々は日ごと日ごとにンジらの幸せを願っている。この地域には今日必要性が叫ばれている共に生きる共生という理想が 歌われているのだこのシークは宇宙のキスジョの神であるバルナが神類に送ってくれたのだろうか2021年12月22日 INU 研究機構学長教授久保です